罰ゲーム茶、苦苦さ2倍、3袋入りっていうことで、多分マグカップもちょっと一応持ってきたんで、これ多分シンクの家にないのかもしれないっていうねはい、だから普通それ1個で2人分作れるらしいから、6人分のお茶のエキスを出す感じだねマジか、匂いからそれが道端の草の匂いがします。作らせて。はい。ああでも全然全然どう、さっき粉がもう鼻孔にガッツリ入っちゃって全然おお全然全然お茶好きなんだ。お茶芸人、お茶芸人、お茶芸人なの。はい、お茶芸人、お茶芸人か。さて、はい、中に3つ入れました。入れましたね、この中。はい、中にね、使い切ります。使い切りましょう。ちゃんとお湯を入れてね。さすが、それ熱いねほぼ80度以上それあるからね。粉も使い切るっていう。はい、粉、粉使い切る。1個目。おお、ぬるくなると出にくくなっちゃうんじゃない。水の方が先だ。出た後に冷ましたら、じゃあ一番最高なのかもね。3袋入りました。入りましたね、よく混ぜながら。じゃあ入れていきましょうか。お湯入れてあげましょうか。はい、終わりです。オーケー、スパイ出しますか。出しを、ティリン。はいよくこう干してあげないとね、せっかくのこうお茶の味が楽しめないと、ね、お茶に失礼なんでね、出し切ってあげないと、ね、出し切ってあげないと。なんということでしょう、コーヒーのように黒くなってまいりましたいやまだ出ると思いますかね、これ。どうですかね、お湯増やすと、うん、苦味がちょっと薄まっちゃうんじゃないかっていう。確かにそういう懸念もあるからね僕はね、こういう時こそね、本領発揮するタイプなんで。なるほど。これ、1時間やってても大丈夫なタイプ人が苦しむ顔を見るためなら、ましてやそれが親友のシンくんだったら、なおさらどうしようかな。一旦やってみる、自分で味見してみてもいいよ。あ、わかりました。ちょっと味見してもらいます。えお、いける、これこれでいい。え、え、無理無理。おっ、ちょっと待ってね。はい、で、少し味わうと、あー、なるほど、確かにね。俺ね、全然いけるんだけど、苦いの、あれ、ダメか。セロガンとか無理。社長もちょっとだけこう、やばくない、これちょっとだけこう飲んでみるっていうね。これ早くうがいしてきた方がいいと、本当に。おーっと、じゃあ、なんかちょっとあんまり入ってないんだけど、まあね、こう、コップのだいたい今、5分の1ぐらいの量なんですよね。一気にいくのか、ちみちみいくのかは。あー、なんかヤギの餌みたいに。まあ、お茶好きなんでね。お茶好きなんでね、まあね。でも体にもいいよ、多分。いただきます。はい。あれ残ってる、なんかこれ言葉にできないですねまずまずいね、これ何だったんですか。表現できないぐらいまずさ。メイドインチャイナだね。本当だ、今中国の茶畑がブワーってもう広がってきた広がってきた臭い息がセンブリ臭、センブリ臭なんかね、でも喉から胃までこういく感じがわかるわ。おお、これさ、まだ残ってるよ、最後こう全然全然葉っぱもこうね、下の葉っぱもこう食べる、こう噛んで味わう感じで。葉っぱまずまだあるよ、ほら。で、最後にこう、その汁を口の中に絞る感じ。これをそう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 これ、使い方違うでしょ、どう考えてもいや、こう含んで、全部こう噛み締めてチューチューしないと。これをやんの。それを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 、全部口でバーッと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 開けて開けて、バーッて含んで、でもこう、噛んで、こう、水分を吸収、吸収。人間じゃない卵焼きのせいだあが、あわあれ、全部入れて、で、よくこう、ガブって噛んじゃって、もう噛んじゃってエキスがやばい。というわけで、まずね、こう、第1弾の勝者、ゆきゆきで、じゃあ続いて第2弾いきたいと思いますね。じゃあ第1弾勝者、ゆきゆきで、ちなみにこれ、5回負けると、えらい罰ゲームもあるんで、覚悟しといてくださいこれよりきついんですか。はい、次回も続きます。東京ドキュメキチャンネル、チャンネル登録もお願いします。あとこの2人 YouTube 始めたので、この動画公開するときに、はい、リンクがあれば動画の下にもありますんで、よろしくお願いします。お願いします。惨めな姿撮らないです